ここがルリの森の入り口。素晴らしいわ。まるで昔の世界に戻ったみたい。ここはダークエネルギーを持つ者はいないけど、敵意で襲ってくる生き物もいるから、油断しちゃダメだよ。ほら、道に沿って歩けばいいんだ。うちはこの先だよ。
海の森全体は天然の対ダークエネルギーシェルターだから、ここにいれば他の魔物に襲われる心配はないよ。おっと、忘れてた。初めてこの秘境に来たんだよね。何か聞きたいことはある？簡単なことなら答えられるよ。どうしてここにはダークエネルギーが感じられないの？ここはルリの森、秘境なんだ。この大陸から隠されたいわゆる秘密の場所で、一つの独立した世界だから、特殊な通路を通ってようやく入ることができるんだ。だから僕たちが道を開かないと大陸の生き物は入れない。自然はもちろん、ダークエネルギーを秘めたものも持ち込ませない。それと植物、動物、家族、ルリの森の全ての生き物は生まれつきダークエネルギーへの耐性を持ってるから、君がここに立っていても、君のダークエネルギーがこの森と生き物を破壊したりする心配はない。安心してね。小さそうだけど、ここはどのくらいの生き物を収容できるの？小さいだって？この木の穴には1000人以上も収容できるんだよ。幻霊の里がどのように働いているか覚えているよね。エネルギーがあればその内部の空間が無限に広がる。これは僕たち家族だけが持つ力。この木の穴にも同じ魔法を使ってる。君、朝か来た時ただ普通の小さい木の穴だと思ってた。でも最近ダークエネルギーの活動が強力になってきているから、自分だけの力ではもう限界で、もうこれ以上のミスティを収めることは無理だ。これも君に原爆を集めるのを頼んだ理由の一つなんだ。この辺りの木の枝にプレゼントを隠したから探してみてね。この避難所を建てた。避難所のミスティは姉さんが本土のあちこちから連れてきたんだ。この場所に慣れているミスティもいたから、ここを彼らの新しい住処にしようと決めた。ここは小さい避難所だし、大勢のミスティは自分の大陸、自分の家を懐かしがっているけど、それは姉が真実を伝えなかったからなんだ。でも最近連れ帰ったミスティがひどく侵されていて、一部はここに来て数時間で亡くなった。大陸にはますます住める場所がなくなってきた。このままじゃいつか大陸からのダークエネルギーがこの秘境に影響を及ぼすかもしれない。今までこんなことなかったのに。ここまで大規模なダークエネルギー爆発は初めてだ。
とえダークエネルギーが不況に達したとしても、この小さい避難所は守れるけど、大陸で原爆を集めるのはとても危険になってしまった。姉さんが長い時間をかけて集めた原爆もすぐに尽きるかもしれない。これも原爆を集めてほしい理由なんだ。でもこれじゃあ長期的な解決策にはならない。ミスティたちがいない大陸はすごくつまらないんだ。みんなが大陸に戻る方法を見つけることができたら、君に大きなサプライズをあげるよ。セラミスティだけではこんなパワーは感じないはず。これはエアーから出たエネルギーではないわ。強力なミスティが後ろに近づいているかもしれません。え？こんなに早く？そいつは計算外だね。僕の作った黒猫の幻影がもう少し守護団を巻いてくれると思ったんだけど、どうやら城に行かなければならなくなったようだね。ちゃんと無事に帰ってきて。こんなに長い時間どこに隠れてるの？戦国から守護団の追手は城を囲んで進行を始めたようね。数は多いけど、ほとんどが普通のミスティだし、正面からやり合っても相手にならないのに、何が奴らを駆り立てるのかしら。これは、何が起こっているの？我を召喚する者よ。我に力を捧げよ。何時に勝利と誇りを与え。まずい、急いでエナ。幻影のエネルギー源を一時的に切断したけど、この状態は長く続かないわ。城の地下室に行って強化の泉を見つけて、幻の本体を探し出すのよ。地下室はどこ？1階のホールの階段の後ろよ。入り口はもう開いてる。そこを降りたら光っている扉を開けて地下室に行って浄化の泉を見つけて。浄化の泉って？周囲のダークエネルギーを吸収して私の体に集める。私のエネルギー源でもある城のエネルギー源よ。幻影のような巨大なエネルギーの急増があった場合、その源は浄化の泉で追跡できる。幻影の出所を突き止められるのよ。浄化の泉を守って、泉が壊されれば防壁が消えて城も壊されてしまう。
な。手を上に乗せてみて。やはり。違いないわ。これらの遺跡の石を注意深く見ると、外側は雨風に吹かれて石になっていますが、内側は全て金属製です。これはバビロンにしかない歴史遺跡で、伝説では夜石の表面に露出した金属が月明かりを映して星空のように美しいと言われています。でもエネルギーが本当にバビロンから来るなら、バビロンの街に少なくとも何体かの強力な生き物がいるということになります。確信はできませんが、おそらく最悪から生き残ったバビロン家の一部かもしれません。だとしたら、どうして守護団と結託して私たちを攻撃するのかしら。とりあえずエアーと対策を話し合おう。
大災厄はバビロンには影響を及ぼさなかった。でも不可解なことに、バビロンの城のミスティンが大災厄から全て消えて、その後バビロンに通じる道は一度も開くことはなかった。つまり、あるミスティンによって道が封じられたということ。はい。私もずっと、この問題に大きな関心を持っていました。バビロンのミスティンたちは、一晩のうちに、煙のように消えてしまい、翌日にはわずかな生命エネルギーさえも感じられませんでした。バビロンのミスティはこの世界に来ようとはしていません。この世界に来ることがありえない。唯一の可能性は私たちが知らない第三の世界に向かったということ。そう、その可能性はあるわ。でも今の時代はバビロンにある生き物が私たちにとって大きな脅威である。そいつはバビロン家の一員かもしれないし、後からバビロンに来た外来種かもしれない。とにかく厄介な奴。今私は自分の力で家族の城を守らなければならないの。バビロンに行って解決する余裕はないわ。だからあなたの力を借りたい。そこで何があったか調べて、そいつを倒してほしいの。普通のミスティか、はたまたシェラミスティか。バビロン家がまだ存在した時、バビロンとお互いにしか知らない秘密の道が存在していた。その道が記録されている絵巻が城のどこかにある。見つければ道の入り口と入る方法がわかるはずよ。気をつけてください。嫌な予感がします。今回の敵はこれまでのミスティとは比べ物にならないほど強力です。ここにいても幻影からそのエネルギーを感じます。安心して、私はエリア家で一番の戦闘能力を持ってるミスティよ。心配には及ばないわ。
リアの家族は今はもうわずかになってしまいました。応援はしていますが、どうか無理しないで。とても心配なのです。歴史戦績、エアーの言う通りでした。この道を使うなら今しかないでしょう。ここです。中にはとても強い敵がいます。気をつけて。おかしい、見張りがいない。あ、これは私の発明。以前汚染されたミスティの研究をしているとき、この装置で捕まえたサンプルを動けないようにしていたの。けれど守護団のメンバーはどうしてこの装置を知ってたのかしら。まさか天孫様が。この装置は当時の天孫様と一緒に作ったもの。これを使えるのは私たち二人だけのはずです。サンプルを閉じ込めるだけでなく、中の生き物は体の原爆も吸収されて、消耗したミスティは死んでゆきます。汚染された生き物は私たちに最悪をもたらしましたが、この方法は最も慈悲深い死の選択かもしれません。でも天孫様はどうして何ともないミスティをこの装置に入れたのでしょう。ああ、この子はもう力がなくなっている。彼女を救い出さなくては。何かいい方法は。あ、この装置は内側と外側の両方が破壊されないように設計されています。サンプルが逃げ出して研究室のドアが壊されるのを防ぐためです。言い換えれば、外から入る必要がある場合は最初に中の生き物が死ぬのを待って。いえ、それじゃダメ。当時の設計図に裏口があったかしら。あ、思い出したわ。この盾に沿って11個の制空石を並べ、その後バビロニアの呪文を唱えると床に隙間ができます。こうすれば制空石が隙間に配置されて装置全体をオフにできます。でも今から制空石を探しても間に合わない。どうしたらいいの？エナ、何か方法は？エナ、やめて！このバリアを破ることは無理。エネルギーの無駄遣いです。何ヶ月もかけて作り上げたのですから、よく知っています。亀裂のある地面に行かない限りは、表面の高度を平均に保とうとするんです。一箇所が攻撃されたから、すぐエネルギーがそこに集まって、次のダメージを削減して受け止める。待って、こんなに古い部屋ですから地面に亀裂や隙間があるかもしれません。探してみてください。守護団が占領していたとしてもそんなところまでは調査しないはず。亀裂があったらそこからバリアを攻撃してみてください。大丈夫か確認してください。大きなダメージはないと思う。ただ体の原爆が回復するまでに時間はかかるかも。大した被害も与えずに破壊できてよかったわ。バリアのおかげね。来ないで。私はもう二度と行きません。行く？行くってどこへ？私たちは今からバビロへ行くつもりです。入る方法を知っていますか？話してください。私にはもう利用できる価値はありません。バビロンはミッシェルに略奪されました。ミッシェル？昔の天孫様？どうして彼女がバビロンを？待って、クリス。彼女怯えて震えているじゃない。これが事実なのよ。私たちは、エリア家のミスティ、バビロンが私たちの城に攻撃を仕掛けてきたの。だからバビロン城に行って諸悪の根源を探し出して倒すつもり。やっと
この日が来た。どうかミッシェルを倒して祖国を奪い返してください。そう、あなたの祖国はバビロンなのですね。はい、私の名前はランニ、元バビロンの女王。以前は自然の守護神でした。ミッシェルがバビロンを略奪した後、私は追放され守護団に捕まりました。私をここに閉じ込め、エネルギーを吸い取る元素突破実験にかけたのです。ミッシェルと契約をして、私の能力は無理やり彼女に捧げられました。こうして彼女はこの世で最強の力を手に入れ、守護団の戦力となったのです。私のエネルギーを奪っても私は解放されず、実験は続けられました。けれど元素のバランスが崩れ、この実験は失敗に終わりました。私をこの装置に閉じ込めたまま殺すつもりだったのでしょう。閉じ込められた後、私は意識を失い、再び目覚めるとは思いませんでした。あなたたちがこの装置を壊してくれたおかげで私は助かったのです。バビロンへの道は開かれました。どうかミッシェルを止めてください。お気をつけて。私たちと一緒に来てくれませんか。ミッシェルを探し出すために、彼女があなたから奪ったエネルギーを取り戻しましょう。私がバビロンの地に足を踏み入れた瞬間に、ミッシェルに私たちの計画が気づかれてしまいます。この旅はあなたたちに任せることしかできません。申し訳ありません。エナー、そろそろ行きましょう。もうすぐ守護団が私たちの行動に気づいて追いかけてきます。彼らより先にバビロンに到着し、テンソンを始末しなければなりません。あんなに優しかったテンソン様が、どうして。ランニ、あなたはシェラミスティとはいえ、今はエネルギーを失っています。気をつけてください。もし追っ手が来たらすぐに逃げるべきです。私たちのことは気にしないで。バビロンの敵を倒したら戻ってきます。ですが、今のミッシェルは以前会った時よりもはるかに強い力を持っています。どうかお気をつけて。無理をしないで。逃げても構いません。生きて帰ってきてください。私には何も聞こえませんが。ミッシェルですね。彼女は知恵の神の力を使って直接相手に話しかけられます。死を操り魂を刈り取るシェラミスティエナを待ってたわよ。正直に言うわね、こんな興奮するのは久しぶり。アリスが処刑されて以来、戦争の力は私のものになった。元素、戦争、そ
そして下等シェラミスティの能力も吸収し、今の私は3体以上の神々の力を持っているの。今の私の能力はどのミスティよりもはるかに強い。残念だわ。あなたの力は借り取る必要もないくらい貧弱なの。そんな能力私いらないのよね。だからせめて戦ってちょっぴり私を楽しませて。そうね、楽しませてくれた暁には私のファイトになる権利をあげてもいいわ。バビロンの綺麗なガーデンで何も考えず幸せに過ごす。どう？幸せを与える力なんてあなたの仲間は持っていないでしょ。あなたの相棒のちょっかいにもうんざりしてるの。私がついた守護団に失敗する可能性はない。でもそれじゃあ私が全然楽しくない。だから早く戦いを終わらせるつもりはないわ。まもなく彼女はエネルギーを使い果たし防壁は解除される。そして守護団のメンバーが1時間程度でエリア城を壊滅させるわ。興味があるなら私と一緒にその壮観な光景を鑑賞しても構わないのよ。さっき知ったばかりのウサギちゃんね。あれはもうシェラミスティとは言えないわね。守護団のミスティ一匹でもあいつを殺せちゃう。ああ現実はいつも残酷ね。能力の低いミスティたちは守りたいものに全てをかけるけど、私なら欲しければ奪い、飽きたら壊すこともできる。どうせならゆっくり楽しんだ方がいいでしょ。あら怒っちゃった？まあ当然よね。じゃあ早く城にいらしてね。戦うのを楽しみにしてるわ。はっ！
夢じゃない、ここまで来るなんて。改めてようこそバビロン城へ。ここにはもう長いこと来客がないから、ちょっと散らかってるけど気にしないで。私とあなたでは戦いの決着は見えているから、公平を期すため3分の1の力でもてなしてあげる。戦いの前にこの辺で何か使いたいものがあるなら自由に使っていいわ。けれど一旦始めたら、この戦いはどちらか一方の命が消えるまで止まらない。これがルールよ。でもこの部屋で私と話し合うのもありよ。だって私の勝ちは 100%、 あなたが勝つのは万が一にもない。死ぬ覚悟ができたら上の部屋に来なさい。
なかっただけ褒めてあげる。それじゃ、おしゃべりもここまでね。さあ、構えなさい。神に無礼を働いた者が天罰を受けるがいい。やばいのね。あなたの敗北は決まってるのよ。あなたの敗北は決まってるのよ。違うのか。しゃくな。共にエリア城を攻撃し、それからというもの、虚栄心と遊び心を満足させることに夢中で、あなたはもう天孫様としてシェラミスティとしての資格を失ってしまったのです。そうね、あなたの言う通りよクリス。もしかすると神々の崩壊も誇りに思っているかもな。力と誇りに溺れ、自分の役目も忘れたがな。しかしもう遅い。私を殺せば神の力も混沌に陥る。世界の秩序が乱れ、バランスが崩壊し混乱に陥る。すべてのミスティの知識と記憶さえも消えてしまう。戻れるものなら戻りたい。許してくれる？クリス、私たちはまた昔のようになれる？もちろんです。
ということで。やれーヘダ。え、ちょ、な、ナリウス、やめろ、やめてー。やあ。大好きなこの味、覚えているかしら。ビンゴでーす。これが一番ぴったりな罰ですね。おとなしくこのバビロンリンゴを味わいなさい。さあ行きましょうか、エナ。ダニーのエネルギーは取り返しましたし、ミッシェルはもう何もできませんから。